それを出さないのは、うん、視聴者にとって逆に失礼なんじゃないかなって。おつな寿司っていうお稲荷さんを食べるんですけど、うん、気が集まるところにやっぱり都市はできますし、うんうん、Dave from Channel 森住有がお送りします。今日はスペシャルゲストに、再び登場していただきます。おちりゅうたさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おちさんはね、前回3月にねご出演いただいて、漫画原作者、であり、本コア世界遺産異聞奇譚を連載中ということで、まあ、世界遺産をテーマにね番組作りを続けてきた映像ディレクターの方でね、もともとはね、はい、で、まあ、現在はその世界で体験した恐怖の出来事を、まあ、漫画にして、発信中ということで、まあ、前回はですね、その世界遺産 の, あの収録の中で、起きたテレビ未放送の怪奇現象などをですね、紹介していただいたんですが、今回はですね、9月号が7月24日にて、発売で新エピソードが掲載されるということで、はい、そちらの話と、その他いろんな話をですねお伺いできればと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。この9月号のもの、あのちょっとねラフなものをですね見させてもらったんですが、今回は舞台がヨーロッパになりまして、前回は結構あのチベットの方だったりとかね、あのアジアとかだったりしたんですが、今回はスコットランド。はい、これはどういうちょっとかいつまんでお話をさせていただきます。はい、まあ、ヨーロッパはこれまであの、うん、イタリアのアルベロベッドというちょっと不思議な建物の話を一個やっているんですけれども、はいはい、それとは別にこれ皆さん本当に憧れの世界遺産の場所、うんうん、エジンバラの旧市街と新市街というところに行きまして、うん、はい、まあ、いわゆるイギリスですよね。イギリスっても4つの国が一緒になったところで、はい、そのスコットランドのまあ首都であるエジンバラなんですけれども、はい、アリさん行かれたことありますか？スコットランドはね、ないと思います。多分ねイギリス、 UK はねイギリスだけだったと思います。スコットランドのアーティストはね結構多く取材をしていて、だからトレインスポッティングとかも僕大好きで、うん、スコットランドってちょっとこうあのなんか行ってみたいところだなっていうイメージはあるんですが、行ったことはねないですね。かなり英語がまあ、なまってるという言い方がいいのか、まあ、英語のアメリカの英語の方がなまってるっちゃなまってるんだけど、イギリスとはちょっとまた違った発音ですよね、スコットランドってね。まあ、スコットランドと言いますと、まあスコッチウイスキー、はい、お酒ですね、はい、が有名であったりとか、そこスコッチエッグの発祥の場所だったり、はい、まあ、いろいろ食べるもの飲むの美味しいところなんですけれども、うんうん、実はですね、世界にも有名な世界最強、一番恐ろしい心霊スポットだったりするんですよね。世界最強の心霊スポットがスコットランドにあるんですか？はい、エジンバラ。はい、それどんなところですか？ですね、ハリーポッターシリーズが生まれた場所も、はい、まあ、ここなんですけれども、はい、ボルデモート教というあの名前を言ってはいけないあの人、はい、まあ、ラスボスがいますよね、はいはい、あの人のモデルになった人の墓があったりとか。ほう、あの人モデルがあるんですか？はい、ボルデモート。はい、でそれでです、あとそれで本当に、それモデルになった人がいたりとか、うん、ものすごく恐ろしい災厄をもたらしている、うん、まあ、昔の高級官僚の墓があったりとか、うん、っていうグレーフレイヤーズカークヤードっていうと墓がありまして、うんうん、ここの心霊現象がすごかったんですよね。ここは大内さんも行かれて、はい、これ何年ぐらい前ですか？これも10年ぐらい前なんですけど、うん、まあ、まあ、クイズ番組で結構軽いノリの番組だったんですよね。女性レポーターがいて、はい、スコットランドはこういうところでこの食べ物なんでしょうって、うん、まあ、ちょうど世界不思議発見みたいな、うん、まあ、ノリのクイズ番組だったんですけど、その女性レポーターがもちろん楽しく行っている中で、うん、彼女がちょっと霊感持ちだったっていうこともあり、いろいろ変なものを見るということに始まり、うん、でその不思議なその心霊現象にさまざま遭遇するという話でした。なるほど、なるほど。そのグレイフライアーズ・キャークヤードっていうのが、はい、お墓ですですよね、はい、でそこに、まあ、ハリー・ポッターシリーズのヴォルデモートの、モデルとなった人が眠っていると、はい、
この人は何ていう人なんですか。あ、この人はちょっとごめんなさい、今ね名前すぐ出てこないんですけど、そういう方がいらっしゃるんですけど、うん、まあ、今回僕らがその取材したところの人は、うん、そのまあ昔のそのまああれですね、昔宗教戦争があった時に、はいはい、対立する宗教の人たちのその長老たちを粛清しまくったという、本当に何百人と殺したという人のお墓に行ったんです、うんうん、でそこに行っていろいろ撮影したんですけど、そのお墓をなんかある時寒い寒いということで、うん、あのいわゆるその不老者の方がですね、うん、まああのホームレスの人が寒いと言って入ろうって入っちゃって、そのお墓自体は大きい、大きいです、お墓なんですか、はい、でその中に寒いから中入ろう、うん、暖を取ろうと言って入った時に、うんうん、その封印が解けたということで、うん、その後もう不思議なことがいっぱい起きる、うん、例えばその人間がそこの墓に行くと、うん、その近くというと手を引っ張られるとか、引っかき傷ができるとか、うん、なんか変なラップ音がするみたいなことがあって、うん、であの危ないから近づくなというような命令が出るぐらいの場所になってしまったんですね。まあ、そのグレイフライアーズ・キルク・ヤードっていうのが、いわゆる霊園 で、はい、でそこにまあたくさんのお墓があって、はい、まあ、その中に一つ大きなお墓があって、はい、それはもう一つの家みたいな、はい、要するに建物の作りになってるわけですよね、はい、だからその中にも入れると、はい、でそこに、昔その不老者の方が暖を取るために入ったことによって封印が取れたんではないかというお話があると、はい、でその後その先ほど申し上げたような不思議なことがいっぱい起きるので、うん、もう行かないようにというような話が出るぐらいのことが起きているということなんですよね、うんうん、そのお墓を取材に行ったんです。はい、そうなんです、そうなんですで実際どんなことがで実際にあの、うん、まあ、僕らは実際見てないんですけど、うん、そのレポーターの子がこう話をこう取っていて、うん、こういろいろ喋ってここがこうですこうですってやってる時に、うん、そのいわゆるその幽霊みたいなものがいるって話になって、うん、もうなんか急にガタ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 こう油汗を流しながら、うん、こうなんかわーとか言い出して、うん、ちょっと待って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 番組なんだからちょっと待って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 、うん、話で、うん、なだめすかしながら撮ったんですけど、うん、なんかすごい気絶しちゃってですね、あらあら、はい、よっぽど怖いものを見たんだろう、うん、まあ、僕らは幸い見なかったんですけど、うんうん、もう僕らの撮影来るのすぐ後ろにいたらしいですよ、うんうん、はい、なんかそういうそのまあ、ね、霊園とかっていうのをこう取材するにあたって、うんうん、テレビ局側とかって、うんうん、なんかあのお祓いみたいなことってするんですか。まあ、この教会って、まあ、よくそのいわゆるお祓い、その、うん、番組作った時の視聴率取れますよとか、うん、よくすごくやって、うん、まあ、あの信心深い業界ではあるんですよね、うん、視聴率よく取れますようにとかやるんだあの冷え汁とかやってますからね。なるほど、はい、ちらもやった方がいいかもね。なるほど、ちょっとあの余談なんですけど、うん、結構その名シーンすごく好きなので、うんうん、視聴率がたくさん取れた時、うん、いい数字取った時って、はいはいはい、コロッケパーティーってやったりするんですよ。コロッケパーティーですか、はい、なんでか分かります。上がるから。正解揚げ物で上がるから。なるほど。あとは、うん、お稲荷さんでこう普通こう揚げがこうありますけど、うん、あれをこう裏側にしたこう巾着が逆になった、うん、お綱寿司っていうお稲荷さんを食べるんですけど、うん、これは何ででしょうか。油揚げを裏返す。わかんない。なんか揚げるになんか関係してるのかなと思いました。近いんですけど、うん、裏を食うなんですよ。裏を食う。その裏番組、同じ時間帯の裏番組を食べるっていうんで、まあ、そのおつな寿司を食べたりコロッケパーティーやって数字を上げるみたいなことを、ね、この人間の欲望の果てしなさだよね。視聴率取れてる時にコロッケパーティー、はい、さらに上がるように、はいはい、お稲荷さん裏返して裏番組を食っちまえ。なるほどね、はい、そうです。ということほど最初にそういう信心深い業界なので、うん、ロケ行く前もお祓いしますし、はいはいはい、特にそういう、まあ、なんか霊が出るとか、うん、怖いことが起きるよって時は必ずなんかそういうお守りを持っていくっていうのがありまして、うんうん、でその時も持ってたんですよ。お守り、はい、どんなお守り。日本からそのいわゆるその、まあ、家内安全、はい、家内安全みたいなお守りで、うんうん、それこそ比叡神社でなんかお祓いしてもらって行って、うんまあ、その世界最強の、まあ、心霊スポット取りに行くっていうのが、まあ、命題だったから、うん、何も起きないといいねみたいな話で、うんまあ、こうやってお祓いしてもらって、うん、っていうことをやっていったんですけど何の効果もなく、うん、でもそのアナウンサーの方は、はいまあ、気絶なさったりと、はいまあ、調子が悪くなったですね。
ことですよね、はい、やっぱり古い町ですから、うん、まあ、旧市街新市街とあって、うん、で本当に昔はそれこそ、まあ、イギリスとスコットランドの戦争って、うん、ブレイブハートっていう、うん、まあ、映画にもありましたけど、うん、本当に血で血を洗う戦いがあり、はい、本当に虐殺された人もたくさんいるし、うん、っていうことで本当に血と汗と涙と怨念が染み付いた街なんですよね、うんうん、そこを歩いてるだけでそのレポーターはそのなんかちょっと正気みたいなのが当てられちゃったという言い方をしてましたね、うん、あの、うん、なんていう現象だったか忘れちゃいましたけど、エルサレムを訪れると、うん、その独特なこう意識状態になるっていう現象が名前がついてあるんですね、はい、エルサレム症候群だっけな、なんかそういう名前があって、まあ、エルサレムも、まああのまあ、スコットランドよりもさらにこう古いね、いろんなこう歴史がある場所で、うん、そこに行くことによって、まあ、いわゆる意識状態がちょっと独特なものになるっていうね、だそういうその、まあ俗的な言い方をしたら怨念とか、うんうん、そういうそのまあ歴史的ないろんなものがこう詰まったところに行くと、人のこう意識に何か影響を与えるんではないかっていう発想は昔からあります。大地さんどう思いますか、この現象。やっぱりですね、人間そういうふうに思っていくと、うん、それが実現するっていうのがあると思うんですよね、うんうん、特にそのエルサレムですか、はい、そのやっぱりいろんな宗教の、はい、まあ、メッカですよね、はい、本当に、ね、本当にあの、ね、いろいろの中心地のところに、うん、みんながそういう思いでいくと、うん、なんとなく自分もそういうふうになってしまうっていうのはすごくわかる気がします、うんうん、やっぱりね、イワシの頭も新人からじゃないですけど、うんうん、やっぱりこう思い込んだことが現実になるっていうのは僕すごい経験してたりするので、うん、怖い怖い怖いと思っていくと、うん、やっぱりその実際さっきのレポーターの女の子もそうですけど、うん、世界は最強スポット、最強の霊スポットっていう話をしてるから、うんうん、多分彼女もこう思って見えちゃったんじゃないかなっていう気もします ね、うんうん、ね、はい、だからまあね、例えば平たく考えたら、うん、この地球上いろんなところでいろんなことが、まあ、人類30万年の歴史があるわけだから、いろんなことがそれはいろいろあるでしょうとね、うん、で たまたまだからそれはこう一つの人間のプラシーボ効果の一つなのではないかともこう思えるし、まあ、もう一つ考えられるのは、要はそういうそのスポットですよね。だから地球に何かその、まあ、レイラインとかっていうけど、うん、まあ、それが電磁波なのか何かわからないけど、そういうところにそういう都市というのは形成されているんではないかっていうね、うん、そういう発想もね、はい、ありますよね。やっぱり地脈、流脈なんて日本では言いますけども、うん、その気が集まるところにやっぱり都市はできますし、うん、人は集まりますし、はいはい、まあ、人が集まるから都市ができるってこともあると思うんですけど、はい、やっぱりその怨念というか、その気みたいなものっていうのがやっぱりあるんだと思うんですよね、うん、この地球上っていうところに、うんうん、まあ、それでいくと、まあ、大地さん、そのいろんなテレビ局をね、出入りされてきて、テレビ局のなんかあれも聞くじゃないですか、なんかこういろんな怪奇現象があるみたいな、はい、そういうのって経験ありますか。一番最初に本当にペーペーのエディですね、はい、これまあそのうち今年の冬ぐらいに一冊本を出そうと思ってるんですけど、うん、はいはい、そのペーペーのこの越智龍太が AD だった頃に経験した話っていうのがいくつかありまして、はいはい、赤坂の TBS という、はい、TBS、はいはい、今新社屋ができてビッグハットというふうに綺麗な社屋になってるんですが、はいはい、あれが昔もうちょっとごちゃごちゃしてたんですよね、うん、もう20年前ぐらい、うん、いわゆる旧社屋に、うん、そこのところに今 K スタジオっていうのがありまして、はい、でここはね、出るって有名なんですよ。ほう、出る、はい、幽霊がですか、はい、なるほど。で白堀の、まあ、すごい綺麗なスタジオなんですけど、はいはい、その白堀の白い真っ白な壁に、うん、こう人黒い人影が怖い白堀ってね、はい、そのもうとにかくその壁をもう綺麗にしとかないと綺麗に映らないからっていうんで、すごくこう気を使って、まあ、床もそうですし、はい、バッグもそうですし、なのに黒い影が、はい、でそれがもう見るたびに動きが形変わってるんですよね。ほう、はい、
でこれはまあ、ちょっと最初見たときはちょっとびっくりして、うん、最初はもうなんだろう幻覚かなと思ったんです、うん、まあ徹夜が何日も続いてますし、うんうん、今でこそちょだいぶホワイトな業界になってきましたけど、はいはい、昔は本当に3徹夜徹夜当たり前だったのではい、はい、でも本当にね椅子並べて寝るとか、うん、冬寒いからコピー機の横で寝るみたいな話が当たり前だったんですけど、うんうん、という状態なんでやっぱり寝てなさすぎて変なものを見てるんだなと思ったんです、うんうん、でそもそもさっきアリさんおっしゃったみたいに、うん、その白彫りに人影ついてたらもう一回塗らなきゃいけない、うんうんですからね、うん、そうね、これ何が起きてんだろうと思って、うん、こうあ違う違うみたいな話が何回があり、うん、その話を先輩にしたんですよ、うん、そしたら昔そのあまりの過重労働で叱られて、うん、女の子が首を吊って死んだとか、うん、なるほど、売れない芸人さんが身を投げて死んだ、うん、っていう話ってのはよくあるんだよ、うん、そんな話するもんだから、うん、もう夜一人で仕事できなくなっちゃって、うんうん、という話がすごくありましたね。うん、白彫りの謎の人影みたいな。それは越智さんも見ている、はい、その人影ってはっきり人影と分かる感じなんですか、はい、です、うん、でそれ2度目見すると消えるとか、はい、あの2度目3度目するとって消えるんですけど、うん、なんか最初なんだこれみたいな、うん、もうはっきり人影って感じですね、うん、やっぱり AD っていろいろ小道具を運んだりとか、はいはい、それこそあの、はいはい、カメラ位置をバミったりとかするのを含めて、はいはいはい、もう誰もいないスタジオ入ったりすることが多いので、はいはい、その時にこうなんかどうっていうふうにうっっていうことがあって、うん、もうこの仕事やめてやろうかしらっつって思いましたね。結構、まあ、それ TBS の話ですけど、はい、他の放送局とかもあるんですか。まあまあ、有名で僕2つしか経験ないんですけど、はい、もう1つが某公共放送、はい、渋谷の公共放送なんですけど、はいはい、あそこってあの226事件の、はい、まあ、ある一つの舞台だったらしいんですよね、うんうん、で旧日本陸軍の兵隊さんが出没するというふうにすごく言われていて、うん、いやいやそんなバカなことないでしょっていうふうに思ってたんです、うん、であそこの編集昔の、まあ、昔っていうか今もそうですけど編集ブースって本当にうなぎの床みたいにこうなっていて、うん、で夜中になるとそこでなんかジュース買ってこいとか、うん、お菓子買ってこいとかお弁当買ってこいみたいな感じ、うん、でも夜中とかトコトコトコ出てって、うん、で買ってまた帰ってくる、うん、でも結構ザラにあるんですよ、うん、でそれでエレベーター乗って買いに行って、うん、帰ってくるときにエレベーターであれみたいな、だから乗ってるんですよね。あれさっき言ったっけなとか、怖いね、はい、エレベーター乗ってる系、はいはい、乗ってる系でもあんまり僕そういうのって本当に信じてないんですけど、うんうんうん、なんだなと思ってみたら、うん、まあ日本兵っぽい格好してるんですよ。めちゃめちゃ怖いじゃないですか、はい、それでなんかですね、なんかちょっとぼんやりしてるし、うん、でも、うん、でもまあこっちも徹夜続いてますから、うん、ぼーっとしててなんだろうと思いながらも、うん、あそこってもドラマも撮るので、はい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 、まあ役者さんとか、うん、タレントさんなんだろうなーって、うん、僕なんとなく何も考えずに、うん、うんっつってで僕降りたんですよ、うん、で降りる時にプッとこっち見たらそれといなくなっててですね、消えてると。これ何だったのかな、まあ、幻覚だといいなみたいな。じゃあそのこう見えた時も、うんね、もちろん役者さんかもしれないし、うんうんうん、そんなにじっくり見るわけにもいかないじゃないですか、はい、なんか マナー的にね、だからちらっと見たぐらいだったと思うんですけど、はい、でも確かにこういてっていう、でそのちらっと見た時になんかよく言うのがその幽霊とかって、うん、立体的ではないみたいな、うん、ちょっとディメンションが二次元的だったりとか、はい、なんかそういうのってありました。なんかちょっとパースかかったような感じだったんですよね、うんうん、でなんか色がなんとなく青白っぽくて、うん、でなんだろうと思って足元見たらちゃんとこうゲートロ入っててこうぐるぐる巻くやつ入ってて、はい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 、すごいちゃんとした衣装だななんて思いながら、うん、こうそのままなんかぼーっと見てたら、うん、おっしゃるようになんかちょっとね 3D ホログラムみたいな感じなんですよね、うん、本当にこの髪がこうあるような感じで、うん、なんだのーみたいな感じで、うん、眠かったのと、うん、もう早く帰りたいっていうのがあったので、うん、あんまり深く考えなかったんですけど、うん、っていう話をした見たんだよって話をそのまま編集マンの女性にしたら、はいはいはい、出るのよ出るのよとそのエレベーターは、はい、あとは、うん、その素材テープに変な声、うん、はいはいはい、その掛け声とか、はいはい、そういうの入ってもザラにあるのよ、はいはいはい、そのいくらでも転がってるわよみたいなこと言ってるから、うん、めっちゃ怖いなここの曲って思ったことはあります。そういうのなんかこう変なのが入っちゃった場合、うん、テレビ局ってどうするんですか。やっぱり そこは流さないでいいか。いや流さないですよね。そのまま流したりとかしない。しないですね、うん、やっぱりちょっと最近もね、某 TBS のバラエティ番組とかで、はい、怖すぎたのをカットして放送なんて話がありましたけど、うん、やっぱりちょっとね信じがたい、ちょっとなんか不利、うん、我々では理解しがたい現象が起きたものはやっぱりちょっと放送しない、うん、やっぱりスポンサーのことを多分配慮してるんだと思うんですけど、うん、まあね、公共放送がねスポンサーのこと気にする必要なんかないから、うん、流したの面白いんじゃないかなと思ったりしますけど、ね、まあだ結
局そう、まあ、何が理由なのかよく分かる、テレビ局側もう分からないわけですし、うんうん、まあ、専門家に聞いてもまあいろんなことを、ね、こう 言うだろうし、そういうものをこう流してそれがある種の、マスヒステリアにつながったりとかしたら非常に面倒くさいことになるので、うん、はい、まあ蓋をするっていうことなんでしょうね。やっぱりそこはもう実際あるんだけど、うん、あえて言わないっていうのはすごくあるなっていうのはこの業界にいて僕思うので、うん、もちろんその情報をね隠蔽してるってことじゃなくて、うん、やっぱりその、まあ、例えばねその政治の悪巨悪とかを黙ってるっていうレベルではなく、今おっしゃったような、うん、これやると本当にちょっとパニックが起きるんじゃないかとかっていうことをやっぱりあえて伏せてる感はやっぱりあるので、うん、僕も撮った素材に変な悲鳴入ってたりとか、それこそあの単行本の前回出した単行本に入ってる、はい、そのアルベロベッロっていうイタリアのところで撮った素材に、はい、こう謎の音声が入ってるんですけど、うん、それは一切放送するなって話でしたね。なるほどね。だからその辺のその怪奇現象の、うん、その、テレビの番組の扱い方もちょっとこう変わったようなね、うんうん、ここ20-30年でね、うん、昔の方がなんか結構怖いのを、はい、ガンガンやってたような気がするんですが、はい、ちょっとその辺控え始めてるなとかっていうふうに感じるんですけど、どうなんですか？やっぱりあの表現自体がすごくあの本当に危険なものを見せない見せない、うん、要するに血の飛び散るのはダメとか、うん、まあ、女の人のヌードはダメとか、うん、昔平気で出てたじゃないですか。出てましたね。お尻もおっぱいも出てたと思うんですけど、全然出てましたね。まあ、そういうのも一切ダメになりましたし、うん、あとあの子供の裸もダメなんですよね、うん、そういうの の、 あのマニアがいるから、うん、そのおむつの CM とかでもダメ、うん、なるほどね。まあ、その基準に引っかかっちゃう、うん、ってことを含めてやっぱり表現がやっぱりだん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 厳しくなってくる中で、うん、やっぱりその恐怖とか心霊体験、うん、昔なんてね平日昼間に心霊現象とかずっとやってましたもんね、うん、テレビで全然やってましたね、はい、結構ね、まあ、あの YouTube なんかにも上がってますが、はい、すごい番組とかありましたよね、はい、うんうん、そ今でも深夜でもできなくなっちゃってる、うん、やっぱりそのスポンサーについて、うん、方に向かって、うん、なかなかこう物申せないような状況もあるでしょうし、うん、あとそのコンプライアンスっていう言葉で、うん、なるべくこう怖いもの危険なものには触れさせないようにしましょうっていうのが全体的にあるので、うん、なんかちょっともったいないなというふうに現場にいる人間としては思いますね、うん。まあ、SNS でねいろいろその問題定義をされる方たちもたくさんこういらっしゃって、これがその大部分かって全然そんなことはないんだけど、やっぱりスポンサーも含めて SNS でどういうのが話題になるかっていう気にしていますよね、うんうん、この絶対数とかっていうところまでは解析せずに、やっぱ声がでかいところは避けようみたいな、はい、そういう風潮はね、うん、あって、まあどんどんそのコンプライアンスに縛られていく現状なのかなっていうふうにはね、はい、想像ね、しますけどね。でも本当に変なものを撮れちゃったりとか、うん、本当に音が撮れちゃったり、うん、絵が撮れちゃったりとかってあるので、うん、それを出さないのは、うん、視聴者にとって逆に失礼なんじゃないかなって僕は思いますけどね。それおちさんやってくださいよ、うん、ぜひ、はい、もうぜひそういう番組をその今までたまりにたまった変なものが映っちゃった、はい、変なものが聞こえているっていうのを一挙放送みたいなね、火の玉シリーズ火の玉ね火の玉もまあこれもねなんだかわからないですけど、うん、実際のその現象としてはあると言いますよね、うん、なんかありました火の玉、ですね、一番、まあ、僕世界遺産に絡めて言うと、うん、あのキラウエア火山っていう、はいはいはい、まあ、世界遺産、あの、はい、ハワイ島じゃ、あの、はい、オアフじゃなくて一番南のビッグアイランドのハワイ島に、はいはい、キラウエア火山っていう、はい、すごい今でもどんどん噴火している火山があるんですけど、はいはい、ここってその溶岩がどんどん出てるところまで行けるんですよ、うん、歩いて、うんうん、でその世界遺産を撮影しながら行けるんですけど、うん、その時に、まあ、ドロドロ1200度の高温の溶岩が流れてくるんだけど、うん、その上をヒューこうヒューってなんかこう火の玉みたいなのが飛んでるんですよね、うん、で現地の人に聞くとそれはあの、ね、先祖の霊だっていう言い方をしつつ、うん、まあ、ちょっと科学者に聞くとプラズマ現象だとかって、うん、まあ、それで1200度ってすごく高いものが来るときになんかパチパチパチして、うん、不思議なものが見えるっていうことを言い方してましたけど、うん、それがちょっとびっくりしました、うん、本当にその赤い本当に人間の血管血みたいなのがドロ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 流れてくるところに、うん、ふわんふわんふわんっていう形で火の玉が飛んでるのがびっくりしましたね。僕もキラウエア火山行って、その溶岩がちょっとこう流れてるところまでこう歩いてね、はい、行ったんですけど、まあすざまじいですよね、うん、あそこはちょっとなんか本当この地球とは思えないような、うん、すっごい石とか
綺麗なんですよね、はい、その高温でできて、はい、ただその石を持ち帰るとペレの呪いっていうのがね、はい、あるって言われてて、はい、まあそのペレという神様ですよね、はい、その火山の神様が、怒るというので、それを持って帰ったんだけど、なんか不幸が、不幸というかなんか嫌なことが起きて、うん、謝罪の手紙とその石が毎日のようにものすごい世界中から届くっていうね、はい、あの話をね、はい、聞いたことあります。あのジャガーミュージアム届くらしいですよ ね、あの火山旅行の博物館に ね、まあ、あれはちょっと本当不思議でした、うん、そのやっぱりそのペレが、うん、まあ、嫉妬してるっていうふうに言う、うん、その現地のガイドもいて、うん、何嫉妬してるのかなっていう感じですよね、うん、そのまあペレが怒ってるっていう言い方ですよね、うんうん、まあ、その火の玉現象っていうのも、まあ、それが何なのかはまだ分からないけど、うん、現実にそういう現象があることは、うん、あの本当の話でね、あのボールライトニングっていう現象もあって、あの球体の雷ですね、雷ってこう、うん、はい、ね、まあ、下から上に行くのか、はい、こういうピカピカっていうのの球体のもので、うん、まるで意識があるかのような、まあ、火の玉と近いんですけど、うん、これは本当にその現象としてあって、まだ全然何も解明されてないというね、さっきおっしゃったように、はい、プラズマなのかもしれないし、うん、もっとこう摩訶不思議な心霊現象なのかもしれないしっていうね、ミステリーはまだまだね、はい、たくさんありますが、まあ、大地さんは7月24日にですね、9月号になりますね、本校は世界遺産異文帰還で、連載中にのところに新エピソード、これで、まあ、今日話してくれた、はい、エジンバラのお話、はい、その他どんなお話が、エジンバラの次は、うん、フランスのストラスブールの話にしようと思ってまして、ほうほうほう、これまた次の号に載るんですけ ど、ストラスブールってちょっとまた面白い世界遺産で、うん、イギリス、あ、ドイツとフランスの国境の町なんですよね、うん、ストラスブール、はい、ほう、でここがですね、本当に、まあ、昔からドイツとフランスで仲悪いので、はいはいはい、もう戦争をずっとしてたんですけど、はいはい、それで5回も国境が変わってる町なんですよ。なるほど、はい、うん、でもある時はドイツ、うん、ある時はフランス、うん、今フランスなんですけど、うん、でそれでもすごく何度も何度もあって、本当にいわゆる激戦区でもあるんです、うん、でここでちょっとなんか不思議な、うん、なんか本当に現象にまた出会い、うん、でも、まあ、もちろん悲惨な場所ではあるんですけれども、うん、まあ、ドイツとフランスがこうあっち交互にこう国を取ってるってことで、はい、ドイツのビールの美味しいホップ と、はい、アルザスワインの製法が合わさってすごい美味しいクラフトビールが、うん、飲める場所でもあるんです。なるほどなるほど、はい、美味しいポップとそのワインの技法がミックスしてすごい美味しい地ビールが、うん、ところでビール飲んでいたら結構大変なことが起きたっていう話なんですよなるほど、これはまた次の、はい、次の、ね、はい、じゃあまたぜひ次回面白い話を持って、はい、遊びに来てください、はい、今日は越智隆太さんをお招きしていろんな話を伺いました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。